さあ始まりました、ファイナルファンタジー14パーティーメンバー募集中。なんかもう小杉さんがなんか沖縄にパソコン持っていく持ってってやるほどやり込んでらっしゃるという。沖縄に持って行ってゲームするほどハマっていたはずなんですけども、あれ持って行って沖縄のロケがしんどすぎて起きたらもう夜中の2時でした。うわあ、やっぱり詰め込まれちゃいますからね。詰め込まれちゃって、次朝の日6時から石垣港出港やったからパタッと来ました、ね、なるほど。で帰ってきた時に持ってかなきゃよかったなっていう方ね。ファイナルファンタジー14、自分の分身となるキャラクターを作って物語の主人公として世界へ降り立つところから冒険は始まる。重厚なストーリーはもちろん、仲間と一緒に強敵に挑んだりのんびり過ごしたり、その楽しみ方は無限大。世界中のプレイヤーと共に冒険ができるオンラインゲーム。これはそんなファイナルファンタジー14で全くのゲーム初心者と、ちょっとかじっている人と、結構やり込んだ人が冒険仲間であるパーティーを探す物語。ファイナルファンタジー14パーティーメンバー募集中。なんだかんだでミッションみんなクリアしてきてますから、はいはい、そうですね、ですかね。なんかちょっと大喜利とかミッションますか。ザ・エオルゼア大喜利。なんやねんこれ。もしもし聞こえる、ミンフィリアよ。領収書のあてな全部サンクエットにしといて。あー、ゲームのやつだな。はい、ゲームだと丸くれるぞ。分からへんから全部丸くれるぞ。あさあ小杉さん、もしもし聞こえる、ミンフィリアよ。チョコも呼んできて。チョコは知ってる。知ったチョコは知ってる。分かんないんですけど、これはね、お客様の賛否両論分かれると思いますけども、はい、これも見事ミッションクリアということで。一人でもクリアしたらクリアなんですから。ミッションでもないしクリアでもない気はしますけど、今回ちょっとゲームに関することでお願いしたいんですけどね。はい、今回は街の中で登山をしよう。よなんだそりゃ。街の中にこうあちこちにこう出っ張りとかブロックとか塀とかがあって、それをジャンプでこう渡っていけるようになってるんですよ。うまいこと。あ、ここ知ってるみたいなこと。あ、そうですそうですそうです。あ、やらなくても全然いいんですけど。で、言うなら登山でいいんですか、その登山でいいです。出っ張り、飛び壁登りでしょう、それは登山じゃなくて。登山だとどうしてもこう、なんかね、ね、うるせえな。いいでしょう、登山にしといてください。では今日も、はい、出っ張り飛び飛び壁登りで遊び少しましょう。ファイナルファンタジー14パーティーメンバー募集中スタート。絶対登りきるぞ。絶対打てるこれ。ということで本日のお題はこちら。登山とは杭などの出っ張りを伝って建物や高台を登っていくというもので、プレイヤーの間でも人気の遊び。攻略がバトルコンテンツよりも難しいと言われるような難所も存在する。今回メンバーが挑戦するのはこちら、久我根防海廊の温泉登山。頂上にある露天風呂で絶景の記念撮影を目指す。さあというわけで登山をやってみたいと思います、はい、まずは練習していきましたので、ちょっと練習にうってつけの場所にご案内いたします。まずは国営の森にあるこちらの建物で練習開始。塀の上から屋根に飛び移り、そこから2階のバルコニーへジャンプ。果たして登山初心者の2人はうまくコツをつかめるのか。さあ行きましょう。じゃあこっからです。こっから落ちないようにね、はい、うぜやろ。こっちですこっちですこっちです。この屋根の上に乗ってほしいんです。あ、そっちに行くんだ。屋根の上乗った後に向こうにあのベランダ見えますよね、なんか花がある。はいはい、ある。あそこまで行ってほしい。まずここは練習してほしい。うわー、むず。落ちたらもう一回です。行ってください。ガンガン。もう落ちた。落ちた。めんどくせえ。めんどくせえ。え、もう一回乗らなあかんの。マウント出して。そうですよ。これは絶対落ちられへんぞ。落ちないとこの出っ張りで練習すればいいんじゃん。なるほど。あ、これ乗れてるんだ。だからちょっと十字キー押し込みすぎてるな。そしたらサークル見えます。足元に見えます。そうです。これが自分が乗ってても大丈夫なところです。見ててください。これほとんど乗ってないじゃないですか。乗ってない。だけどここだとセーフなんです。まだ。あ、ほんまや。サークル内に
入ってるって、このサークル内がどっかしら当たってれば多分、はい、こう登れるんですよ。うわ、うまい、はい、かかっとるね、ギリ、はい、せい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 いや、動きじゃなくてもうっせい、トミさん、落ち着いてください。左を倒した状態で飛べばいいです、もはや、もうよっしゃ、来てくるとそこで OK なんですよ、素晴らしい、やりよった。ここから飛びがちなんですけど、ここだとここにこの出っ張りに引っかかっちゃうので、はい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 、あえてここから向こうのベランダの隅を狙う、そしたら登れます。今落ちましたけど、なるほど、そうです、 OK OK、 来たー、おお、素晴らしい、登りでいいんですもん。小杉さんどんな感じですか。よし、これは 本でも読もうかな、じゃあ。本当だ、本読んでる。何をやってるんだろう彼らは。あれ、ズルしてる。私の屋敷に。あれ、コスッチャさん。何ですか。リタクラウドさん。はい、今コスッチャさんが不正してるの見ました。まさか、はい、マウントで。チョコボで屋根の上まで来てます。ここを飛べたらチャラにしてくれ。これ飛べたらじゃあ。あ。おや。あえてまっすぐこうやってまっすぐ飛ぶだけにするんです。最初に画面を自分の中心で飛びたい。着地したいところを自分の真正面に捉えて、うん、で飛ぶ。小杉さん飛ぶ前に、飛ぶ前に一旦後ろ見てください。俺の方こういうことです。いやだから何なんですかそれ。どういうことやねん。出会いたかったけど変なのやってるね。いやってこういうことやねん。で、そう、もうちょっと真正面に自分が着地したいところをドセンターに持ってってください。そうです。そうです。それであと思いっきりジャンプです。きたー。行った。素晴らしい。そうなんです、自分が飛びたいところを真正面に持っていく、本当にそれだけです。だいぶコツをつかんできた小杉と板倉、別の場所でさらに練習を重ねることに。続いて挑戦するのは少し難易度高めのモールナ・レブナンツトール登山。この建物2階の柵から外壁をどんどん伝って行き、こちらの吊るされたロープへ登ることを目指す。私たちが向かうのは最後あそこです。あのロープ分かります、垂れてるの3本。 あそこの上に行きます。何、あのロープの上に行きます。うわ、これはむずい。そのためには一回ちょっとこっちからこうやって壁伝いに落ちそうなんですけど、意外と落ちないんでこう壁伝いにそろりと。歩いていった今。はい、歩いていくだけです。ここはジャンプいらないです。あー、ほら、クラウドさん早、はい、はい、だけどここは無理じゃん。だっていや、行きます行きます、やってみてください。ほらあそこの出っ張り何なんだよ。出っ張り気にしなくていいですよ。あー声あ、行った。あ、早い早い。で、板倉さん、ここ階段、この階段の上に乗ってください、はい、このあそこの出っ張り分かります、黄色い光ってるとこ、はいはいはい、飛びます。あ、コスチョさん来てますね、いいですね。俺はもうね、分かったよ、これをスプリントでいってやるよ。うわうわめちゃくちゃ落ちてる。めちゃくちゃ落ちてるよ。俺はトム・クルーズだ。俺はトム・クルーズだ。俺はトム・トム・クルーズはそんな叫ばない。階段登るだけが上手くなる。あ、やばい。ちょっと丁寧にやろう、丁寧に。そうですね、丁寧にやっていけば、はいはい、なんか焦るとなんか変にな手の動きになっちゃったりして。あ、すごい、板倉さん素晴らしいです。いったすごい。そうですそうです、あそこの光ってるところまで行ってください。え、ジャンプできるの、届くの。行けます。え、もうちょっと近づいてからでいいですよ。こっからだと絶対行けないよ。で、さっきみたいに斜めに飛ぶんです。あそこの角の真ん中に乗ろうとするんじゃなくて、あの光ってる赤いところの出っ張りの角を狙ったら、てんや、まだ遠い。もう壁すら渡らへんの。抜かすなよ。何回も言おうもだけど、まあ、抜かすなよ。なんかもうほら、このなんかえ、なんか、え、いいですね、この角。はい、そうです、自分が飛びやすいようなところ、真正面に捉えやすくて、そこからまっすぐピョンって飛びるだけ、飛ぶだけですね。いやね、小杉さん抜かすなよ。うえナイスナイス
もう絶対してない。落ち着いて、小杉さん落ち着いて。そこから、ここにジャンプ、ここにジャンプ。真正面、そう、真正面に捉えてる。真正面捉えてるよ。あ、うわでもいい感じでした。もう大丈夫ですよ。小杉さん、もうあれ出してもいいですよ、自分のターゲット。そうです、ここの範囲内がちょっとでもかかってれば、かかってれば落ちない。スイーナイス、スイーナイス、来た。うるせえなこいつ。小杉さん、ここがちょっと難関です。ここが最後の難関と言えるような。どこに飛ぶ？ここです、私がいるところです。タレコがいるところまで？タレコがいるところです。ここまで飛べる？飛べます。小杉さん、見てて、うん、おお、無言ですか。無言ですか。こんな不安定なところで決まりましたね。やってる場合か。こんな不安定なところでいい感じですよ。でもあ、いた。お、行きましたか。やった、うん、タクラウドさん。それで、そしたらそのまま上に登ってってください。そしたら綱渡りのところ。うわ、そうです。よし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 、すごいナイス。よっしゃ、さすがゲーム経験者の板倉、早くもコツをつかんだ。一方小杉も落下を何度も繰り返しながら少しずつ感覚をつかんでいく。ではいよいよ本番、くがねの温泉登山へいざ出発。とその前にこちらのコーナー、パーティーメンバー募集中。相方が、うんうん、あのオカリナが、うんうん、結構なんか何でもないタイミングで本当意味もなく引っかいてくるんですよ。いや、怖いんですけど、でもそれが日常茶飯事 でそれで何回も喧嘩してるんですよ。引っかかないでよみたいな。どういうこと。だからもう本当に急にフィアーみたいな、シャッって腕を引っかいてきて、でマジでやめてって言って倍返しにするんですよ。そしたらそこから喧嘩に発展するみたいなことが。何歳やねんお前ら。私が36で、お金の今年38ですね。いやちょっと怖いよ。幼稚園生の喧嘩やんかそんなん。いやもう本当にそれが日常茶飯事で、一回嫌だったのが、その雨の日に歩いてたらふくらはぎにめちゃくちゃ水が当たって、あれ私歩き方が下手くそだからこのふくらはぎに水当たるのかなと思って後ろ見たら、オカリナが私のふくらはぎにつま先で水かけてたんです。怖っ。いたことはないんですか、その相方と。相方俺はちょうど三回忌なんです。違うわ、死んでないですよ。に生きてるわ。死んでないですよ。生きてるって。思い出しちゃいましたね。思ってる以上の答え言うやめてくれや。喧嘩したことないんですか。え、そういうくだらないこととかで。あ、温度が合わないからね。あ、へえ、うん、まだあいつが生きてた頃なんで。生きてんねんけどな。生きてんねんけどな、うん、温度が合わない、楽屋の温度。なるほど。俺寒がりだから。ほんまや。暑がりだったからさ、あいつだったからさって。今でも暑がりやねん。懐かしいよ。小杉さん喧嘩しないんですか。あー、そうやね、あんまないね。あー、そうなんですね。あ、でも打ち合わせ中とかにずっと顔見てって聞いてたら、うん、目見んなって言われた。うわ、怖い。なんか単純に小杉さんが全受け入れの人だから喧嘩にならないだけでしょ。あー、確かに自分が言われたら喧嘩になりますわ、これ確かに。やばいよ。あ、そろそろ来たみたいですよ。何度も落下しながら練習を重ね、登山のコツをある程度掴んできた小杉と板倉。いよいよ本番のくがね温泉登山へ挑戦。目指すはこの防火廊という建物の屋上。杭を伝って頂上の温泉を目指す。こちら今から行くところはここですね。屋根の上をまず、ここは簡単です。屋根の上、そしたらここにあるロープを、はい、ロープ渡ります。ピッタクラウドさん歩いてる。歩いてる。スイス行くけどさ、勝手にまっすぐ進むだけでジャンプ。ほら、それでまっすぐ歩いてきてください。いや、走らない方がいいですよ。ゆっくりゆっくりでいいんですよ。ゆっくりでいいですか。しんないで、そうそうそう、ちょっとちょっとずつ。あ、歩けてる歩けてる。ジャンプジャンプジャンプ、セイ
ナイス。ちょっとつけマジ警察呼びますよ。警察呼びますよ。ちょっと小さくなった。飛び移ってください。拾ってください。ナイスです。おお。そして今度こっちの端まで来ます。はい。そして外側に向けてですね。息遣いうるさいんですよ小杉さん。そしたらこの真上、この真上に乗っていただいて、もう一回建物側の方を見ます。あ、この飛び出た木の方の。ここは落ちても大丈夫ですよ。何回もそこからすぐ。はい。素晴らしい。はい。行き過ぎた。やばい。板倉の時いなかった。板倉の時落ちてるみたいな怖なんねん。あ、完璧です。で、ちょっと落ち着いてください。はい、そこまで最高です。はい、で、私がいるところの下に木が出てるの分かりますか？あります。杉が、はい。そこに今飛び乗ってほしいんです。無理でしょう。なんで？遠すぎます。そう、まず最初の難所がこちら。壁際の杭から屋根の下に飛び出たこの杭。距離がある上にカメラワークの調整も難しくなっている。そこを思いっきりジャンプ。惜しい。これでも本当恐れずに何度もやったらいいんだな。そうです、本当に感覚をつかむために。高倉さん早いな。素晴らしい。早い。さすが。じゃちょっと待ちましょう。待ちましょう。その後何度も挑戦するが、やはりなかなかうまく攻略できない小杉。なくなってきた。家帰るのお金に怒られるわ。そう、時間があって、これそうなんで、ちょっと暗くなったら見えづらくなったり、いつもより思いっきり。でもやっぱ思いっきり前に倒して黄色ですね。あと絶対飛べるって。行った行った、行きました。本当に嬉しい時声出ないんですね。びっくりした。上上がってきてください、コスチョさん。そうです。でここの上に上がります。そうすると真後ろにまた出っ張りあるの分かりますか？外側の方角に。え、こうやって。続いての難所がこちら。建物の柵から杭までの微妙な距離感の調整が難しく、飛びすぎるとスタート位置まで落ちてしまう。ビビらずに飛んじゃってください。落ちた、落ちないで、落ちないで、落ちないで。大丈夫です、何回もチャレンジできるんで、ここ倒して。うわー、あ、乗ったのに。そうですね、今乗ってましたね。どこ今ここ。はい、最初からです。しばくぞ。そうなんだよな、これ壁で壁でストップされないから、行き過ぎたらもう振り出し。そうですね、本当に行き過ぎない限り。でもその後何度も挑戦するが、なかなか攻略できず、すっかり暗くなってしまったため、最後に全員でスタート位置から落ちたら終わりの一発勝負でラストチャレンジ。さあ、さあ、ゴー。丁寧に、丁寧に、かつダイナミックに。あ、ここ落ちそうだった今俺。わかる。ガチガチや。今までで一番ガチガチや。あ、早い、タクラウドさん。やっぱすごいっすね。こんなポンポンいけんだな。よっしゃ、ここまで来たぞ。素晴らしい。はい。問題はここだ。一回もクリアできていない。いけたら最高っすよ。よっしゃ、初めてここまで来た。ここでサボテンダーやりたいけど落ちたら嫌だからやめよう。サボテンダー大丈夫です。いいじゃないですか、コスチョさんも頑張って。そこ、あ、小杉がここで脱落。よっしゃ、いけた。頼む、俺のも行ってくれ。そこまで行ったら、この横の棒じゃないの、あと1個。あ、そうですね、あと1個ですね。ここで板倉が最後の杭まで到達。果たして登山成功となるか。行くぞ。ゴーゴー。確認して、はい、ここからあそこね、はい、確認して、いくよ。いけ、頑張れ。で、あ、
板倉なんと力みすぎたのか飛距離が足らず落下。さあということでタイムオーバーでーす。いやーむずい、むずいな。お疲れ様でした。ほんまどこまで行けんの？ここです。屋根の上に。すごい。そう、温泉があるんですよ。でみんなでちょっと脱いだりして、なるほど、ここで SS このクガネを上から見下ろしながら、うもうちょっと草津みたいな感じだ。ほんまや、うん、でもなんかいやこれなんか癖なるわ。あ、嬉しい。一番面白そうじゃないですか今まで。ここ一番すっごい肩に乗りたくなってくるだんだん。だからゲーム特有のこのちょっとでも引っかかってればこう立てるっていうね。ちょっとでも引っかかってればあんまり人生なかなかない引っかかりたいよ。遊び方無限大やな。ほんま、そうですね。今回は残念ながら登りきれなかったメンバーだったが、登山はかなり気に入ったご様子。他にもいろんな場所で登山ができるので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。そして続いてはこちら。ガビリコの高いのソロプレイ日記、やっていきましょう。これは一人の芸人がソロプレイを中心にメインクエストをレベル50まで進め、来る最終決戦でスタジオメンバーとパーティーを組むことを目指す企画である。大胆でけえ。わあ怖い、やばいやばいやばい。あー違うか、やばい、おっしゃ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 、ヘビーシーク、よっしゃー、いった。うわーちょっと万神タイタンを倒したね。今回はレベル34、明かりの消えた日からレベル38、あの日の空に見たものはまでをプレイ。ゲームにのめり込む高井をお楽しみください。フリードに続いてタイタンを飛ばす成功するなんて、君と本当にすごい冒険者なので、エオルさん英雄といっても過言じゃない。ありがとうございます。ああ、なんかパチパチ、あーすっごい喜んでくれてる、よかった倒して。お、ミンフィリア、はい、タイタン飛ばするなんて無事でよかった。あ、砂の家に戻ってきてくれる？ミンフィリアのとこ行きましょうか。じゃあその前にさ、このギルドクエスト、これもレベル30推奨レベルだから、結構これギルドクエストやってないってことだよね。うわー、どうせちょっと行く？こっちちょっと行きますか、一瞬ね、寄り道しよう。謎の魔人、謎の魔人、でっかい夢のバトルを変え、お、バトル始まりそう。 OK、 スタンガー効いてる。 DSM、 はい、終わり終わり。 OK、 一旦片付けました。にしてもタツヤ、おめつええな。おめには戦士の器がある。おめ、俺と一緒に戦士になれ。戦士ってのはなんだろう。来てくれたんだな。戦士ってのは己の内に眠る原種の魂を呼び覚まして強烈な力で戦うんだ。ジョブ戦士習得。あ、今これ戦士になったってこと？わあ、めっちゃ増えてるな。何？そう、高井が選んだ武術師を育てていくと、その上級ジョブとなる戦士が解放される。ステータスが上昇し、様々なアクションが使えるようになる。なんかちょっと戦士になったんだけど、ジャイアントサンドウォーム、どうした？お、なんだ、命の眠れる力が目覚めた原初の魂、特製インナービースト、インナービーストかっけ、使える使える。あ、これで、なるほど、弾ドカンということだ。ミスリルテンペスト、いいね、どんどん強くなってってる感じがするね。ミンフィリアのとこ行きましょう。メインクエスト進めましょう。え、なになに、え、倒れてる人が、え、ミンフィリアは、おいおい、シルフ、何があったの？あ、あ、敵襲がどうだ、え、貴様ら何者だ。ここに万神イフリートとタイタンを沈めた冒険者がいるはずだ。渡す、渡す、俺が戦士のなんかいろいろやってる間にこんなことが起きてたの？
あら、暁の親玉さん、ミーティー。マイネスは。うわ、早く戻ればよかったよ。なんだよ、こいつ狂ってるよ。東ザナランのセントアダマランダマ教会へ、せっかくみんなと仲間に、みんなを助け、待て、マジ？ノラクシア。インフィリアさんとは古い仲でしたね。彼女は小さな頃よく遊んだものです。そうだ、彼を紹介した時にはマルケズ、こっちに来てもらえるかな。マルケズ、生かすジジイだな。お尋ね人を同時に二人も見つけることになろうとは、ゆくゆく私はついているな。ガーロンドアイアンワークス代表、伝説の貴公子シド、あなたの力も必要となる。伝説の貴公子シド、マルケズじゃなかったのか。イクサル族がバンシンガルーダを襲撃した。現在クレザスで猛威を振るっているバンシンガルーダが控える祭壇は暴風の壁に守られている。暴風の壁。シド、あなたの出番だ。エンタープライズを探しに行く。あなたの飛空艇だ。あの船は霊災前にグリダニアから飛び立ったのが最後のはず。その足取りを追う。おお、かっけえな、シド。クルザスの山中に消えていきおった。クルザスといえば宗教都市イシュガルド。来ました、エドメルさん。なんか誕生日に被る帽子みたいな、パーティー帽子みたいな被ってるけど、ギーエーム、変わった名前、ギーエームさん。オルシュファン、その風体冒険者だな。かっこいい、イケメン。フランスへの、お前隅々まで見せてくれ。なんかこいつ怖いな。強そう。いや、お前の戦いぶりを思い出していたな。実にたぎる教頭だった。あの熱気すごくいい。ゆっくりと語らいたいところだが、まずは礼だな。怖いよこいつ。感謝すると達也。もうみんな藤原って言うけど、こいつ下の名前で言ってるもんね。アドネール先生で星を見てた頃の話。ダイナレーションは数日前、北西に向けて飛んでいく青き翼の飛空艇を見かけた、うん、北西のストーンビジル。はあ、ストーンビジルだって。キャンプドラゴンヘッドはいつでもお前を歓迎するぞ。火照った体を沈めたり、冷えた体を温めたり、お前の滞在実に心躍るな。怖い。怖すぎる。怖すぎる。戦士というジョブになって、なんかちょっといろいろ戦術の戦い方の幅が広がりそうな感じがしたんで、これはちょっと練習が必要かもしれないですね。うん、楽しみになってきたぜ。よし、じゃあ今日ここまでにします。ありがとうございました。番組をご覧になって、少しでもファイナルファンタジー14に興味が湧いたという方にお知らせです。ファイナルファンタジー14では RPG 日本分のストーリーを無料で遊べるフリートライアルをご用意しております。エオルゼアには日々新しい冒険者たちが降り立っていますので、今からでも全然遅くありません。詳しくはファイナルファンタジー14フリートライアルで検索。